いただきます。セブンイレブンのね、牛カルビ弁当を30年ぶりぐらいにいただきます。これね、大学生の時によく食べてたんですよ。で、食べ方もこうやってね、ちょっと分けて下のお米を確認してからなんですけども、揚げ底してんのかな。あ、別にお米そんなに少なくないですよ。少ないわけはないの。残念なのがこれね、茶色いじゃないですか。お米とカルビ弁当と漬物があるだけなんで、ちょっとこれじゃあね、サラダぐらいは一緒にいただきたいですよね。まあでも、とりあえずいただきます。うん、うん、美味しいね。うん、美味しいけど、これはこう常習的に食べるもんじゃないですね。うん、あ、ちょっと気持ち悪くなってきたな。あ、ちょっとこれ美味しくないわ。なんでだろう。一口しか食べてないんですけど、あ、ちょっとこれは嘔吐感がなんでだろう。もう一口食べてみます。え、一口も美味しかったのにな。タレのせいかな。ちょっとこう車に酔った雰囲気がしますね。あ、これタレがあんまり良くないね。うん、うん、でも美味しい気がする。どっちだよ。うん、ほら、別に揚げ底感はないですよ。うん、お米はね、200g ぐらいかな。うん、うん、あ、あったこれ、ネギぐらい振ってくれればいいんだな。見栄えが悪いんだな。うん、うん、まあゆっくり食べます。ガツガツ食べるもんじゃないね、これ。うん、美味しくないね。一口二口目までですね、ちょっと感触は難しいかもしれません。すいません、どうもありがとうございました。ちょっとこれはコメントがあんまりできないです。すいません。こんな味だったんだ。ちょっと気持ち悪いですね。でも正直気持ち悪くなってきました。なんでだろう。美味しい瞬間も結構あったんですけどね。タレだと思います。タレがね、ちょっとジャブジャブ漬けっていうかね、タレが美味しくないですね、これはね。多分もしくは脂身が多すぎるのか。ちょっとこれはカルビというにはあまりにも乱暴なカルビじゃないですか、これ。うん、あのしっかりとした肉を使ってほしいですね、これは。お肉の質が悪いような気がします。以上です。すいません。